去年の秋、栃木県から東京の団地へ引っ越してきた鈴木しおりさん、25歳。荷物の中には、実家から大切に運んできたというファイルケースが。その中には、書き終わったら、まあそういう漫画の賞に出すんですけど、書いている途中の漫画の原稿が入っていました。実はこちらの団地、住人は漫画家の卵ばかりで、その名も、多摩トキワ荘団地。トキワ荘といえば、手塚治虫さんや藤子不二雄 A さんら著名な漫画家たちが青春の日々を過ごした伝説のアパート。その現代版は古い団地を活用したシェアハウスの中に。漫画家を目指す若者を支援する NPO 法人が去年6月から運営しています。現在は40人近くが漫画家になるため、時には悩み、励まし合いながら暮らしています。初めて親元を離れる鈴木さん。高校生の時に学校の友達と一緒に漫画を描き始めました。しかし、卒業後は、田舎でずっと一人で描いてるっていうのが結構やっぱ周りにそんな描いてる人とかいないんで、それがちょっと辛くて。同じ夢を持つ仲間と一緒に漫画家を目指したいとこの場所にやってきたのです。早速隣の住人に挨拶。まずは新しい生活に慣れてからと行きたいところですが、実は鈴木さん焦っていました。もう本当に1秒でも早くペン入れを回して、もう締め切りギリギリまで頑張って仕上げするしかないって感じで。漫画の賞の応募期限がおよそ2週間後に迫っていたのです。1週間後、鈴木さんは下書きの線をインクでなぞるペン入れという作業を行っていました。書いていたのは主人公です。清掃員の青年です。ホテルの清掃員が殺人事件の謎を解くミステリー漫画。半年ほど前から構想を練り始め、ようやく完成目前までこぎつけたそう。トキワ荘団地では定期的にイベントも開かれます。この日は住人の交流会。大変やばいです。今原稿やってるんですけど、人と関わりたいんで出てきました。悩み事の相談や書いている漫画の話で盛り上がり、先輩住人からはこんな言葉も。なんかこの線の強弱がある感じですよね。鈴木さん、いい息抜きになったようです。そして作品の完成までラストスパート。連日連夜書き続け、締め切り前日、とうとう書き上げました。漫画は全部で46ページ。こだわったポイントを聞くと、ホテルの清掃員っていうのをこういかにかっこよく見せるか。思いを込めた原稿を持ち、いざ郵便局へ。あれですね、なんか解放されて少し清々しいような気持ちと、なるほど、間に合ってよかったなっていうのと、目指すは漫画が雑誌に掲載される入選以上です。もう一人深い悩みを抱えた若者が。松大樹さん、21歳。漫画はパソコンなどを使って制作しています。書いているのは
ヒーローと怪獣が戦う読み切り漫画ですが、ああどうしようかな。話の流れや小回りを考えるネームと呼ばれる段階で苦戦していました。だいぶ迷ってて、ヒロイン出すかどうかとか、その辺ぐらいから結構登場させるキャラクターやストーリーに悩み、何度も書き直ししているんです。そうした中で支えとなっているのが、共に暮らす仲間たちの存在。みんなで絵の練習をすることも。漫画を描いてる人のいろんな話を聞けるし、やんなきゃなっていう気持ちも掻き立てられるし、さらに明るく社交的な松さんの部屋は住人のたまり場になっているといいます。その様子を描いてもらうとこんな感じ。夜寝ていると突然部屋にやってきて、書いている漫画の話を聞かされることもあるといいます。そんな松さんの実家は広島県の安芸高田市。年末年始2年ぶりに帰省していました。懐かしい。漫画を初めて描いたのは小学生の頃だという松さん。小学4年生の文集には夢は漫画家、言ってます。東京で漫画家への道を進む松さんを家族はどう見ているんでしょうか。心配よりは安心って言ったらおかしいですかね。よし行ったって実は松さんの母親も子供の頃漫画家に憧れていて、松さんに絵の描き方を教えていたといいます。この子の描く絵が好きで、もっと知ってもらって好きなものが好きなように描けるようになったらいいなとは。家族にも支えられて夢を追いかける松さん。東京に戻った後再び訪ねると、ネームを完成させていました。しかし、うわぁ、俺がいいと思ったところ刺さらんかったかってちょっと残念でしたね。漫画雑誌の編集者にネームを見てもらった松さん。導入部分は引きがあっていいと褒められた一方、こだわったストーリー展開は直した方がいい作品になると言われてしまったのです。友達には受けが良かったんでいけたかなと思ったんですけど、45ページのうち13ページを残して他は書き直すと言います。漫画家への険しい道のり。どうしようかな。悩みながらもペンを進める松さん。そこにはこんな思いがありました。漫画を描き続けられるのは自分個人的にもすごい幸せだし、応援してくれた両親とか漫画家になれたよっつって報告できるように頑張ってます、うん、一方、賞の締め切りに何とか間に合った鈴木さん。結果を聞きに行くと少し浮かない様子。一応奨励賞ということで嬉しいと悔しいがあるって感じですね。鈴木さんが応募したのは少年誌の賞。ペンネームと一緒に漫画の一コマがホームページで紹介されましたが、グランプリや入選であれば紙面に掲載してもらえたため、気持ちは嬉しさと悔しさが半々だと言います。今後については賞にも出しますし、上のレベルを目指していけたらいいなって思います。自分の描いた漫画で多くの人を楽しませたい。今日も漫画家の卵たちが夢を叶えるため奮闘しています。